に水を十分貯めて代かきをするのが普通だと思います。まあ、水を十分貯めて代かきをする場合は口の中にある殻を巻き上げるため生きやすくなってしまいます。昨日白かきした圃場ですが、このように巻き上げられた殻が浮いてしまっています。まあ、浮いた殻は水を、落とすときにこのように一緒に流れて出てしまいます。このように水を少なくして代かきをすることを浅水の代かきと言います。水が少ないので、土の中の殻の巻き上げを減らすことができます。浅水状態で代かきをすると浮いてくる殻も少ないので、水を落とさなくて済みますし、水を落としたとしても少しの殻しか出てこないということになります。まあ、ただどうしても水を貯めて代かきをすることはありますので、誰でも簡単にできる防止方法をご紹介します。起伏肥料の殻の流出を防止するために、こういう玉ねぎのネットとか金網とか、こういった簡単な道具を使って、水田から流出を防止することができます。この玉ねぎの収穫ネットっていうのはこのくらいの大きさのもので、これに支柱をつけたりして、またはこの金網をですね中に入れて、これで水尻のところに差し込んで、それで補修をすることが簡単にできます。これは網目が2ミリ以下のものになってますので、それで殻が出ないような網目になってます。あとはこういった支柱ですね、こういったもので、固定してですね、流出防止の柵を作ることができます。あとはどうしても藁とか草とかが邪魔になってネットで詰まってしまうことがあります。そういう時はこういう100円ショップで売ってるような簡単な柵ですね、園芸用の柵、こういったものをネットの手前に設置することで、ここにですね藁が止まって、殻だけが出てくるようになって、それを先ほどのネットで補修をするということになります。それからこういうフロースですね、ネットの周りに置くことで、流れてくる藁をここで止めることができます。藁を覗きながら、そして最後はネットで補修をすれば、完全に殻を流出することなく水を流すことができます。